ただここからは自分の感覚とかじゃなくてお願いいしたいことが1つあるんです。これはどうしても強くお願いしたいなんか野良猫いるわかわいそううちでは飼えないけどご飯だけだったらあげられるだからご飯をあげようこれ本当にやめてくださいお願いですと言ってもやめられないのは知ってます皆さんが動物が好きでそれが正しい愛情の形だと思ってやっているから 一度やってしまったらやめることは私がこの猫を殺したってきっと感じるでしょう。だから皆さんが一度あげてしまったものをやめるっていうことができないのは知った上で言います。やめてください。私はそれこそ本当に猫に対する虐待だと思ってるんで。申し訳ないですけど、やめてほしい。と心の底から思ってます。まあ猫に対してだけじゃないんですけどね。実際に、まあ今はあの飼い犬が亡くなられちゃって、今お店としてのお付き合いない方なんですけど、まあその当時ね。 近所の方が、野良猫に餌をあげてると。飼ってるんですかいや、飼ってない。もうまさに今言ったようなことですよ。じゃあその栄養をつけた猫たちは何が起こるか。繁殖が起こります。子猫何匹生まれたって言ったっけな ?4、5匹ぐらいだったっけなまあその方は本当にバイタリティのある方なんで、 迷い犬とか見つけても、えー、動物愛護団体とかに頼るわけでもなく、自分の手でなんとかっていう感じでやってっちゃうような方なんで、本当に素晴らしいし、まあ自分にはできないことなので、本当申し訳ないけど、お金がめちゃくちゃかかることだから自分にはできないし、自分も愛護団体さんにお願いするとか、そういうことでしかできないので、本当申し訳ないけど素晴らしい方だなっていうことはあるんですけど、ただ、素晴らしいとは言っても、その方だって、別にあり余る金を好き放題ばらまいてるわけじゃないんですよ。いや、正直しんどいよね。 そんな目の前で生まれた子猫、餌あげてるのはご近所の方。なのに、その猫はそのうちのお客さんの家に来て子供を産んだりとかするらしいんですよ。そんな見てたら普通動物好きならそうそう見捨てにくいですよね。外でたまたまぱったりあった猫を、あ、み野良なの飼われてるフリーなのっていうのじゃなくて、明らかに家で野良猫が子猫を産んでるんですよ。まあそれは見捨てにくいですよね。じゃあ何をしたかって言ったら、 すべての子猫に避妊巨勢をして。しかも目が開く開かないとかそういう時期ですからね、めちゃくちゃ健康管理だって大変ですよね。もちろん苦中だってするでしょうし。一匹一匹に、まあ、巨生だけでも補助出るのかなうん、都道府県とか自治体にもよって補助があるなしとか、やってる時期があったり時期がなかったりとかっていうのもあるから分かんないですけど、まともに言ったら避妊巨勢と、まあ、混合ワクチンみたいなことだったりとか、苦中だったりとか、 いろんなことをやっていったら、1等5万円かかったって最初おかしくないと思いますよ。まあそれだけじゃないですよね。時間も、体力も、何もかも使うし。それが、例えば1等5万円かかったとしたら、5頭いったら25万円ですよ。25万円ってできないですよ。でも、その方は、しょうがないよねっていうことでやってくださって、そして自分の力で他に飼い主さんを見つけてくださってたんですけど、この話の最初覚えてますか ご近所の方が自分では飼えないけど可哀想だからって言って餌をあげ続けた結果、その野猫は、お前はもう野猫じゃないだろう。うん。うん。はい。ね。もらったご飯で栄養をつけて子供を産める体になって、そして繁殖をして、その結果がご近所さん。 うちのお客さんに何十万円っていう出費をさせて、でも自分じゃ、その人だって自分じゃ買えないですよ。だから里親を探すっていうことをやって、それってどうなんですかね、本当に。自分はそれはおかしいと思ってんですよ。どうしてもなんだったら、自力で、もしくは相談できるところに行って、地域猫にするにはどうしたらいいかっていうのをやってください。今、地域猫を知らない方の方がいないと思いますけど、一応言っておきますと、ま、あ 不妊のような生殖能力を奪っててまた外に放してあげると。別に飼わなくてもいい。飼わなくてもいいけど、不妊巨生をして生殖能力をなくしておきましょう。そうした上で、その子が天寿を全うするまで皆さんで見届けようと。そういうもんです。それなら全然自分はいいと思うんです。申し訳ないけど、その子が交通事故で亡くなっても仕方ないと思います。それは。申し訳ないけど、野猫っていうのは、 その野猫の代で命を終わりにしてあげることが一番幸せだと自分は思ってます。だからこれを言うから絶対叩かれるなっていうのは分かってたんであまり言いたくなかったんですけど、でも、その子がもちろん嫌われ猫だったらかわいそうですよ。でも、地域猫という形で、まあ、あそこにあんな猫がいるよね。まあ、うちじゃ飼えないけども、あの子には生殖能力もないし、まあ、見守ってあげようよという形で、 その地域で住む猫として見守ってあげる。それでその子が一生を得られるんだったら、まあそれでいいじゃないですかと。いや、せっかくの命なんだから、つなぎ止めてあげて、不妊去勢なんてが、そんな自然の断りに背いたことはかわいそうだって言って子供を産ませたらどうします結局飼えないんですよね。じゃあその猫がまた5匹6匹と産みます。じゃあその5匹6匹と産まれた猫が、1匹は感染症で死にました。1匹は 寄生虫で死にました一匹は、交通事故で引かれて死にました。一匹は、カラスにつつかれて、内臓だけ取り出されて、残った頭にはハエが卵を産みつけてうじだらけになって死にました。それでいいんですか一匹が、飼い主はなくとも地域で見守られて亡くなるか、その死死損損まですべて、無残に死んでいく姿を見届けるのか、どちらがいいんですか自分は一匹、 で終わりにししててあげる方がどれだけ優いいかって思います申し訳ないけどほんとこれだけは自分が飼えない野猫に餌をあげるっていうことは本当にそういうことだと自分は思ってますんで本当にこれはやめてあげてほしいなというお願いです希望です最後にこの動画の一番最初に出てきた一番最初の頃に出てきた熊と猫という話をしましたけど熊と猫別に共通点ないですよね正直ないです まあ、たまたまそこで出てきたっていうか、まあ今話題にもなってるヒグマの話なんで、ついでにと思ったんですけど、あのヒグマ、人里に降りてきてるヒグマを、かわいそうだから殺さないでって訴えている、まあ愛護団体なのか、NPO 法人みたいな法人格を取ってる人なのか、本当に有志の団体、うん、要は本当、一般の方のただの団体、名称を持ってるだけの集まりなのかわかんないですけど、そういうところがなんか、殺さないで殺さないでって訴えてるらしいですけどね。 自分はそれに関しても、もう猫と同じ感覚だと思ってます。いや、もの、やってることとかいろいろものは違うんですけど、感覚としては、要は、一般的には可哀想だって思うのが普通だと思うんですけど、自分は可哀想だからこそというところに行くという点では同じだと思ってるんですよ。多分、クマっていうのが、どんな生態か、どんな生き物か知らずに、ただただ蜂蜜を舐めて、腹ぼってりして、 プープープー,プーって言ってるだけの黄色い生き物だと思ってかわいそうって言ってる人がいるとは思うんですけど、自分はね、漁をすべき対象だとは思ってます。まあヒグマ、まあ本当別にそういう漁師さん、漁師さんのことを詳しく知らないからなんともわかんないですけど、計画的な、あの、狩猟っていうのは行われるはずなんですよね。イノシシにしろ鹿にしろ。ヒグマもそれの対象になってるのかどうかは知らないですけど、まあ人里に降りてこないと食べ物がなくなってしまったっていう クマだって言いますよね。もちろんイノシシもシカもそういった場面もあると思いますそこで間違った愛情を持ってしまった人たちがかわいそうだからクマちゃんにご飯あげましょうかわいそうだから何を畑を荒らされても人を殺されても家畜を殺されても見守りましょうとうなってしまったらもう取り返しがつかなくないですか特にイノシシシカみたいな生き物と違ってまあもちろん臆病な生き物という前提はあるにしてもその力っていうのは 下手したら銃弾じゃ倒れないぐらいのレベルのクマだっているわけですし簡単な銃弾ではねそういうのを人里に降りてくるように仕向けてしまったらもうそれは人としてまともに生きていけないと思いますよそれを地元の方全てがいや打たないで見守ってって言ってるんだったらまあも,うもう勝手にしてって思いますけど多分やめてやめてって言ってるのは多分外部の人間でしょうほんとそこに住んでる人たちは子供の登下校だってオチオチさせられないし本当に怖いと思いますよ 例えば、動物が多くなりすぎてしまった。結果、食べ物がなくなる。鹿、イノシシ、クマ。個体数が増えれば増えただけ山のものは食い物がなくなって人里に降りてくるようにはなりますよね。あとは今、冬眠できないような、花もたずか。そういうようなクマがいたりとか。そういうような形で冬場も餌を探し回るみたいな。そんなような個体が出てきてしまったら、まあどういった形であれ、けど少なくとも人里に関わらない個体にしなければならない。どんな形であれ、生死問わず。 だと自分は思いますよ、本当に。あの、まくって、個体管理って、お前は何様だと、人かすの分際で何様だという方もきっといるでしょうけども、自分は全然偉そうなつもりで言ってるわけじゃなく、本当に必要なことだと思って真面目に言ってます。皆さん、日本人の方が多分ほとんどだと思いますけど、魚のお刺身好きですよね。魚のお刺身、これからも食べたいですよね。日本の捕鯨のことをご存知の方ももちろんいらっしゃるし、 私より詳しい方だっていくらでもいると思いますけど、あの、IWC が日本を小馬鹿に小馬鹿にし続けて、要は捕鯨に関して、日本はきちんと調査捕鯨、計画的な個体管理としての捕鯨、そういうことを続けていたにもかかわらず、奴ら哺乳類を殺しまくってる、みたいなことをボコボコにぶったたいた結果、日本は IWC 脱退しましたよね。まあ、なんか噂によると今でもオブザーバー参加みたいな形でいるとかっていう話は聞いたことはあるような、そんなような記事を見たことがあるようなないようななんですけど、めちゃくちゃ必要なことなんですよ。お刺身と IWC 関係あるんですよ。皆さんが食べてるお刺身、生で食べられるっていうことは、寄生虫このリスクがないってことなんですよね。でも、捕鯨をやめる、もしくは個体管理を減らすことによって、クジラが増えすぎて、 皆さんが食べられるお刺身が減るんです。そのためには、クジラを減らす必要があるんです。まあ、特にサバなんか、代表的に言われますけども、アニサキスっていう寄生虫がいますね。ニニニニニニアニサキスが増えるんです。クジラが増えると。クジラっていうのは、アニサキスの最終宿主、宿主なんですよ。プランクトン、小魚、肉食魚、それを食べるクジラ。 クジラは別に誰にも食べられない。だからここにアニサキスがたまるんです。これを、まあ別にこれを狙ってってわけじゃないですけど、人間が捕鯨として個体管理、増えすぎないように、きちんと捕鯨をして、そして、ただ殺すだけじゃないです。日本にはクジラを食べるっていう文化もありますよね。めちゃくちゃ美味しいですよ。でね、今もあるのかわかんないですけど、クジラのね、肉があるんですけど。 めちゃくちゃうまいんですよ。そういうように、有効的に食べていくことができる国の人間なんですよ、日本人っていうのは。それを、わかったよ。そんなにボコボコ言うんだったら、じゃあ俺たち抜けるわ。個体管理ももうあんまやんないよ。まあ一応自分たちの信念に基づいてやるはやるけど、頑張ってやんないよってなっちゃったら、クジラ増えちゃうんですよ。クジラ増えて何が悪いんですかって思う方いるかもしれないですけど、アニサキスの最終宿主となっていたクジラを、捕鯨でたまたま一緒に引き上げて、そこからアニサキスごっそり、 なくせていたのがいなくならないんですよ。クジラがまたフンとして排泄するようなフンなんですかわかんないですけど、クジラの排泄物として出てくる。そこにアニサキスはまだ生きているんです。それをまた子さたちが食べるんです。だからね、去年あたりだったかな、ツイッターかなんかで有名になりましたけど、ヒラメにアニサキスがいるって言って大問題になったんですよ。まあ、ヒラメ自体、アニサキスがむしろ多少、多少というか、あの、寄生しやすい 魚の中にも含まれるらしいんですよね。農林水産省かなんかのデータですと。なんですけど、釣り人の間では、ヒラメにアニサキスって言ったら、えってなるような。これね、あの、うちのお客さんでも海釣りが好きでヒラメもよく釣る人がいるんですけど、その方に、いや、ヒラメ、アニサキス出たってニュースになっちゃいましたね。 まあ、ネットニュースになりましたねって言ったら、え、そうなの知らなかった。うわ、気をつけないとって言ってたぐらい、今までずっとひらめつって普通に食ってた人でも、今まで感じられなかった魚にまでアニサキスが広まっちゃってるんですよ。それは個体管理っていうことをしなくなったから、もしくは減らしたから。じゃあ、山だって一緒ですよ。鹿が増えすぎたら、草。 木、全部なくなっちゃうんですよ。鹿はプリプリして可愛いと思いますマダニの住みかですよ。で、木の皮全部剥げて、木は病気になって、森林倒れる。土砂崩れになる。山、山間の村、町、潰れてきますよ。大雨降ってザーッ。しかも今、太陽光で。 ソーラーパネルバン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 張ってますよね。木の根が張らないからもう地盤が緩いから大雨降ったらバーで終わりですよ。もう今山の方の人たち本当にヒヤヒヤじゃないですか。鹿、イノシシ、クマ取ってほしいのにみんな愛護団体が取るな取るなって言って数が増えてっちゃう。だから樹木が枯れる。農作物が被害が荒らされる。そして最後には人の 人まで手にかけるような動物が出てくる。そして太陽光だ、自然エネルギーだとか、バン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 打って、で、木の根が張らなくなって地盤が緩くなって山が崩れてくる。どっちにしても山あいの人はもう今必死ですよね、きっとね。生きていくことに。だと自分は勝手に思ってますけどね。 まあ、今回の話、かなり短くしたとは言いますけども、正直まだ下書きで書きたかった、言いたかったことなんかたくさんあるんですよ。もう、ここ最近ずっと噂になってるビッグモーターの不正ですとか、ビッグモーターの不正とお前何が関係なんだって言われるかもしれないですけど、別にそこは関係ないです。ビッグモーターの告発って内部告発から始まってるじゃないですか。そっから流れに流れて、まあ、損保ジャパンみたいな、どうせあれもグルになってんでしょって思うような感じですとか、えー、ジェイニーズな、言うやっちゃいないような感じのところ、お前がやっちゃってたい みたたいな会社ももあったりとかそれも内部告発まあ、内部告発って言うんですかもう元ですからね。わかんないですけど。まあそういうような告発があったりとか。そして最近は我々ペット業界にまで来てますよね。いやまあでも知らない人いましたあれ。もう正直多分仕事してる側の人間はああ今更世に出た。まあまあうちらが何言っても信じないでしょうし。っていうか言ったらなんかね。 良くないかもしんないし。いうことでなかなか言えなかったけど、ようやくように出ちゃったよね。だって、そのためにパピーミルって言葉があるぐらいだもん。興味がある方は調べてみてください。恐ろしい言葉ですよ。こんなもんもう有名な話というか、私、生体扱ってる店をやらないんですよ。昔自分が1点目のお店を辞めて、そこのスタイルっていうのは、まあある程度分かった。別に、技術があるなしじゃなくて、こういうスタイルの店もあるんだ。でも自分が思うのは、犬を最優先に考えた。徹底的に犬のために尽くした店を、 やりたい。そう思った時にはステップアップが必要だと思って2点目を探していた時なんですけど、まあ結果として2点目はね、結城の師匠のところにお世話になるんですけど、その間にも前も言いましたっけ東京、千葉、埼玉、栃木、茨城。多分5、60店舗はね、電話して怒られたり、直接行って怒られたり、えー、直接行っていいよって言ってもらったりして、いろんなところを見学させてもらったり、ね、勉強させてもらっていた。その時の一つのお店なんですけど、君もしよかったらうちで働かないか今度、 もう一店舗出す予定で、まあそこの店長候補というか、ね、よくよくはそういう形でなってくれればいいし、まあ男の子だしね、自分の店持つような感じで働いてみないか、言ってくださって最初、うわ、よっしゃーって思ってたんですよ。よくよく思ってたんですけど、ちょっとよく考えたんですけど、やっぱりそこは生体、あの生体で生きる体。もう要はパピーですよ。子供たち。 を扱ってるお店で自家繁殖してるところなんで、まあ自家ブリーディングなんでよっぽどではないと思うんです。本当に自分たちにできるところでの繁殖をして販売するっていう形でやってる方だと思うし、あの一応語弊のないように言っておきたいんですけど、ブリーディングされてる方の全てが悪いとは思ってないです。自分が少なくとも付き合っている。 関係があるあったそういう方たちはまともに本当に犬が好きだからこそね無理な繁殖をせずできた時に売るそういう形でやってるまあそんなような形なんですけどもやっと就職先見つかったよっしゃーって思ったんですけどよくよく考えたらやっぱりそこ自家繁殖やってるしどうしても生態を扱うんだったら保健所の犬たちを買うべきだよね。 もうその当当時からら変わらないいんでいや本当にね申し訳ない本当に申し訳ないけど偉そうにもお断りしちゃってしかもその時わざわざね研修いいよ丸一日いていいよって言ってくれてしかも椅子まで用意してくれて初めてですよ椅子用意してくれたのもう他はつったって好きなだけ見てていいよとかっていうのはありますけどまあ別にそれが普通だとは思うんですけどわざわざね作業場の中に入れてくださってねうわすっげえめっちゃシェルティーとかふわふわで綺麗じゃん っていうぐらいすごいもう見せてもらったりとかしてたんですけど椅子が心地よくて寝ちゃってたんですよね自分で <laughs> せっかく見せてくれてたのに割と丸一日いた中で結構うとうとしてたのにそんなようなバカガキにお前うちで働いてみるかみたいな感じで声かけてくださったんですけど申し訳ないけどやっぱりどうしても生態はダメだな俺引っかかるなって犬飼いたいって人がいたらじゃあ保護犬を 引き取るっていう形でどうですかっていうふな進め方をしたいっていうのが自分だったんで、お断りしちゃったことはあったんですけどね。まあまあまあ本当ごめんなさい。寄り道長すぎました、さすがに。はい。まあ、猫についてのところでかなりきつく言ったこともあって、それを怯えて今まで言えなかったっていうことは言いましたけども、まあ本当にその辺は意見がかなりぶつかって、一生こうね、一つに世界がまとまることってないとは思うんです。だからお互いがお互いを尊重できる形でやっていくっていうのが一番だとは思うんです。 別に、その話し合って必ず一つにまとめようっていうことが正しいとは思わないです。お互い違う考えのままでも、それによって、こちらの考え方がいいよねって思う飼い主さんが動物を愛する。こちらの考え方がいいよねっていうことを指示する飼い主さんが集まって動物を愛する。どちらにしても、飼い主さんは動物が好きだから飼うし、それを愛することは間違いないと思うんですよ。だから別に、 あの統一されることとははなないいいしなくてもいいと思うんです自分はただし自分のお願いとしてはせめて野猫に飼えない野猫に餌をあげるのはやめてあげてってそんな残酷なことはって思うのは本当に自分の思うところですお願いしたいところ一番強くお願いしたいところね動物を愛するっていう人はいろんな形で存在してますその中でも我々動物を仕事にしている人たち民間企業としてその NPO 法人です いや、その法人格取ってますとか、そういうような、あの、動物愛護関係で生きてるとか、そういう方たちは、ちょっとごめんなさい。今は別枠にしてください。我々民間企業として利益を上げなきゃ生きていけない。だからこそ、真剣に犬と向き合うんだ。動物と向き合うんだっていう方たちだと、自分は、 思ってます。別にそれがこちらより崇高ですが、なんだっていうことは言いませんけども、全然別物だと思うんです、本当に。同じ動物として皆さんまとめるとは思うんですけど、犬と猫と,と同じで全然違うんです。 なので、正しい間違いではないんですけど、形は違うんですけど、我々みたいに民間企業としてやっている、まあ、プロと言いますか、なりわいにしている人間たちっていうのは、少なくとも自分が尊敬してお付き合いをしている方、や、あの、長くお付き合いをしている方っていうのは、本当に一般の飼い主さんや愛護団体さんから見たら、残酷っていうことを選択している人は、 多分多いと思ってます。もう全てが全て私と同じようなことを言ってるわけではないですけど、まあやっぱり残酷だけどそういうことはあるよねっていうことは少なくとも口から出てくるような方たちだとは思ってます。でもそれって、私がね、犬のグルーミングの時にもよく言ってます。言ってるんですけど、はい。知らねえよっていう人も多いと思うんですけど、正しい知識を持って行動する。これがプロなんです。愛情を持って行動するのは飼い主さんもプロも共通のもの。 なんですけど、我々はそこに愛だけじゃなくて、正しい知識を持って行動するという。愛と知識の天秤っていうのも必要になってくるんです。この場合には愛を大きくしよう。まあ、特にパッと浮かぶのは介護犬。老犬。しつけうんぬんなんかいいんだから。もう、もうここまで生きてきたんだから、あとはどれだけうまいもん食って自由に生きていけるかなんだから、もう好きなもん食わせようよ。パン食いたい塩分糖分気にすんなよ。食いたきゃ食えよと。と干し芋食いたい茨城の名産だよね。うまいよね。食いたい食わせようよ。 そういうのが愛だと思うんですよ。じゃあ、政権。政権に対して、この子が欲しがってるからって言って、甘い果物をあげる。それがいいことかって言ったら、自分はそれは違うと思う。だってこれからあと10年、15年と生きる子に、そんな糖分の塊あげたら死んじまうよ。だったらそれは愛。まあ、愛でもあるんだけども、知識というところを優先して、その子に対する糖分の摂取を控えた方がいいよねって。 そういうような形をとっていくべきだとも思っているし。だから愛しかなければ全てを愛、愛、愛、愛ってことで一言で片付けられるんですけど我々は悩むんです。愛と知識をどちらをこの場合においてはどちらを重きを置くかっていうことを常に悩み続ける。だから自分ではこうだっていう答えを出したにしてもやはり悩み続ける。下手したら2年後には3年後にはその意見が変わってるかもしれない。そういうところを常に考え続けていくのが我々のようななりわいにしている人間だと思っているんです。だから先ほど 分けさせてくれって言ったのは、まあ申し訳ないけど、と、まあヒグマの件なんかにも関してですけど、愛だけで動きすぎているっていう人は割と多いよね。それは一般の飼い主さんと同じ枠で。 我々っていうのはそこにプラス正しい知識も天秤にしているんだ。その上でこういう発言を今日はしている。何度も言っておきますけど、すべての民間企業、私と同じ意見をしているわけではないですよ。少なくとも自分はそういう人を多く見ているとだけです。自分が深く関わっている、めちゃくちゃ尊敬している人でも私と違う意見をきっと持っているでしょう。もしくは、そんなこと動画にしねえよってもう根本的なことを言うでしょう。なんですけども、私の役割っていうのは嫌われてでもいいから、みんなにちょっと と考えてみてもいいんじゃないですかっていうことを投げかけることだとは思ってるんでまあ幸い嫌われることに慣れすぎているので嫌われ役はもう勝手て出ようただ考えてほしい愛情という感情論だけで突っ走らないで一度冷静にそこに正しい知識背景には何があるそういうのもよく加味した上で天秤を作ってほしいそういうことを考えて今回動物愛護にまあ犬について話してもいいんですけどたまにはね猫というところも行ってみようかというか犬についての動物愛護はだいぶ進んできて多分猫の方が今相当 困っている率は多分高いんじゃないかなって思うから猫の話にしたんですけど、まあそんなような形ですね。2部に分けてるはずなんですけど、2部のこの最後の最後まで見たくて、あさった方には本当に？ とに反感の意見を持っていたとしてもこのクソガキ何言ってやがんだって思いつつもここまで見てくださった方はきっとこれからもその自分の感情に対してこれが正しいだからそれを正しくするためにはどういったことが必要か愛情だけじゃねえんだなまあ確かにあのガキが言ってたムカつくけどあのガキが言ってた正しい知識っていうことも必要かもしんねえなじゃあちょっとムカつくけどもうちょっと詳しく調べてみるかその上でも変わらないようだったらそれはそれでいいと思うんですその上でいやなんか なんか俺もよく考えたらあいつの言ってたことに近いかもしれんって思ってくれたらそれはそれでいいです。何度も言うようにどっちが正しいかではないです。愛情のかけ方っていうのが人それぞれ違う。ただし動物に関わる全ての人に愛情があるっていうことはまず間違えないとは思うんでうまく強制していければいいなというところです。本当に最後まで見てくださった方は本当にありがとうございます。それでは失礼いたします。